はい、どうもこんにちは、RYGです。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。バンダイハイパーヨーヨーハイパークラスター PB スターウィングデモンストレーター限定ロゴバージョン。このヨーヨーはハイパークラスター第3期ハイパーヨーヨーの組み替えのできるヨーヨーシリーズ、一番最初にラインナップされたヨーヨーのうちの一つなんですけど、この限定ロゴバージョン、おそらくね、見たことのある人はとっても少ないんじゃないかなって思う限定ロゴバージョンのウィングボディを、まあ、借りることができたので、通常のウィングボディと比較しながら紹介していきたいと思います。PB スターウィング、デフォルトセッティングでのボディ形状はラウンド形状、レスポンスはスターバースト、ベアリングはハイパークラスター専用のプラスチックベアリング、そしてその他のギミックとしてハイパークラスターシリーズ組み替え型のヨーヨーです。この PB スターウィング、ハイパークラスター一番最初にラインナップされたヨーヨーのうちの一つ、PB スターループと PB スターウィング、このね、ルーピング向けのヨーヨーとストリングトリック向けのヨーヨー、はい、このね2種類のヨーヨーが発売されたんですけど、そのうちの一つですね、ストリングトリック向きのヨーヨーとなっております。このストリングトリック向きのヨーヨー、以前 PB スターループの方を紹介した時に、正直あいつはルーピング機種ではなくて、どちらかというとロングスリープ機種的なことを言ったような気がするんですけど、はい、あいつはやっぱりね、まあ、ハイパークラスターっていうものの構造上仕方はないんですけど、やっぱりルーピングはしづらいんですよね。なので、PB スターループの、はい、ボディ形状が変わっただけのヨーヨーではあるんですけど、こいつの方が断然使いやすいヨーヨーになっております。はい、それではね、この PB スターウィングの、まずはね、このウィングボディを、限定ロゴのウィングボディをお見せしたいと思います。こちらがハイパークラスターウィングボディのデモンストレーター限定ロゴバージョンですね。ここにね、書いてあると思うんですけど、ハイパーヨーヨーオフィシャルデモンストレーターっていうね、ここにプリント、ロゴが入っていて、その横にね、キツネなのか、オオカミなのか、2体ね、書かれていて、いや、このキャップデザインめちゃくちゃかっこいいんですよね。そして、もう片方の方は、はい、シンプルめなんですけど、ここにもね、オフィシャルデモンストレーターの、はい、ロゴが入っていて、下にちょっとだけね、はい、ここにマークがついています。やばいですよね、このロゴ。通常版のウィングボディはこんな感じ、ハイパークラスターウィングって書いてあって、いや、これもこれでかっこよかったんですけど、やばいですよね。たまたま借りれたんで、いや、もう動画にするしかないなということで、もうね、多分これが見納めだと思うので、でね、全然探しても、このね、はい、ヨーヨーのボディ、いや、僕存在も知らなかったんで、探しても全く出てこないんですよね。もうこの動画がおそらく貴重な映像になるんじゃないかなと思います。もうじっくり舐め回しちゃってくださいね。はい。このウィングボディ。いや、僕最初話を聞いた時に、デモンストレーターに配られたピンク色のハイパークラスターのウィングボディがあるんだよって話を聞いて、いや、ピンク色のハイパークラスターのウィングボディってこれじゃないって思ったんですよ。これは、まあ、ハイパークラスターのランダムブースター的な感じですね。ハイパークラスターウィングボディコレクションボリューム1の中に入っていたカラー違いのもののうちの一つですね。ピンク色のボディなんですけど、これとデモンストレーター限定ロゴバージョン、色としては全く同じもので、後ろ側のね、コアをロックする部分のこの爪もね、同じものなんですよ。なので、本当にね、ロゴしか違わないんですけど、僕ね、こいつの存在全く知らなかったんですよね。で、その時ね、まあ、話を聞いただけだったので、その時ちょっと調べたんですけど、全く出てこないんですよ。もうね、びっくりするぐらい。で、実際ね、見せてもらった時に、やばいなっていうね、もう語彙力を失って、今もね、ちょっとこう、実際見ててテンション上がってるんですけど、やばいですよね。はい。正直ね、今回の動画はこれを見せれれば他はもうどうでもいい感じではあるんですけど、まあね、スターウィング、ハイパークラスターのね、ちゃんとしたラインナップのうちの一つなので、はい、ちゃんとヨーヨーとしても紹介していきたいと思います。さすがにね、あいつをね、こう、噛んだか傷つけた時にはもう僕の心が折れるんで、まず借りたもんなんで傷つけちゃいけないんですけど、まあここからは通常のウィングボディに戻して、後で回した感じなんかもお見せしますけど、ちょっとね、説明するときは普通のウィングボディにさせていただきます。はい、このね、ウィングボディのこのバタフライ型形状に関しては、この後たくさんね、ラインナップが登場して、ブレイズグリフォンだとか、スピードファルコンだとか、サンダードレイクだとか、そしてね、極めつけはね、メテオバハムートだとか、いろいろなボディが出たので、正直ね、カラーラインナップ以外の、こいつのアイデンティティがあんまりないような気はするんですけど、でもまあ、カラーラインナップがね、たくさんあるっていうのは、まあ、
で、首替え型のヨーヨー、このね、さらにハイパークラスターはボディをね、それぞれ別々で簡単に交換できるので、こういうね、気軽に組み合わせれるっていうのは、カラー違いで楽しむことができるっていうのはね、このウィングボディの強みなんじゃないかなと思います。そして、ハイパークラスター、PB スターウィングのレスポンスを決める部分、まあ、ハイパークラスターのロック部分でもある、はい、コアの部分ですね。はい、スタータイプコアです。そして、まあ、ついでに言ってしまうと、スタータイプコアと、あとプラスチックベアリング。このコアとベアリングに関しては、以前紹介したハイパークラスターの一番最初のラインナップのうちのもう一つですね、PB スターループと同じものなので、細かな説明は省きますけど、やっぱりね、戻りが悪いんですよね、こいつ。なんですけど、今回の PB スターウィング、ウィングボディになったことによって、使いやすさが PB スターループと比べて断然使いやすくなっております。それは PB スターウィングに関しては戻りが悪いっていうことは逆を返せば不用意に戻ってこないっていう長所にもなるので、ループに比べて戻りのね強さっていうのはあまり関係しない。まあ引き戻し用なので、多少やっぱり戻ってきてもらわないと困る部分はあるんですけど、戻ってきてくれれば何とでもなるので、まあ戻りが悪いってことに関してはただ単に短所になるだけではない。そういう面に関してはハイパークラスター全体に言えることではあるんですけど、やっぱりウィングボディのストリングトリック向きのね、セッティングの方がやっぱりハイパークラスターは楽しめるんじゃないかなと思います。そしてちょっと出た時期的にちょっとあんまり記憶が曖昧なんですけど、おそらく出た時期がマーキュリーとか出た時代のちょっと後ぐらいだったので、その当時ね、マーキュリーが出てめちゃくちゃロングスリープするヨーヨーが出たんですよね。それなのに次に出たヨーヨーが、まあ、組み替え型のヨーヨーっていうね、ちょっと新しいコンセプトではあるんですけど、ベアリングがプラスチックベアリングで、まあ、エッジが高くて、エッジが高いっていう概念は当時まあそんな考えなかったんですけど、まあ、エッジが高くて正直使いづらいんですよ。それでいてパーツを見ると PB スターループとスターウィング同じパーツを使ってて、ボディ形状だけしか違わなくて、あんまりいいヨーヨーではないんじゃないかなって思ったりして、正直ね、僕も当時、まあ、買ったんですけどあまり惹かれなかったヨーヨーではあるんですよね。まあハイパークラスターなので組み替えればいいんですけど、まあね、あんまりいい感じのヨーヨーではないっていった印象があります。まあね、先ほどから中途半端な性能だとか微妙だとか何度も言ってますけど、実際振ってみないとそのところはわからないじゃないかというところでございまして、実際にこの PB スターウィングを振っていくことにしましょう。はい、それでは振ってみましょう。セッティングとしてはプラスチックベアリングにワセリンはつけていない状態で、まずはストリングを1回つけた状態、一重巻きの状態で回していきたいと思います。まずはね、通常のウィングボディで回していきます。回した感じはこんな感じ。やっぱりハイパークラスターなので、まあまあちょっと強めのブレがあります。そして引き戻しです。これぐらい戻りが悪いんですよね。さらに今回全くワセリンをつけていないので、強い回転をかけた状態であれば引っ張って戻ってくるんですけど、軽めにロングスリープをした場合だとレスポンスにね、うまくストリングが引っかかりきれないので巻き取ってくれないんですよね。で、その分戻りが悪いとは言ってもレスポンス部分にストリングが何回か巻きつこうとはしているので、実はね、スリープロスがめちゃくちゃあるんですよね。はい。なので、やっぱりね、まあ、ワセリンはつけた方がいいんじゃないかなと思います。なんですけど、まあ、ワセリンをつける前に、このね、はい。限定ロゴバージョンのハイパークラスターウィングボディを回してみます。まずは、プリントが派手な方ですね。まあ、回しちゃうとね、あんまりわかんないんですけどね。そしてプリントがシンプルな方ですね。それではね、まあ普通にウィングボディに戻して、まあ、ワセリンをつけて回していきたいと思います。それではワセリンをつけたのでもう一度回していきましょう。おお、戻ってくるね。やっぱこのね、戻りの強さ、微妙っちゃ微妙なんですけど、まあでもね、引き戻しの量としては、はい、程よい戻りの強さなんじゃないかなと思います。なんですけどやっぱね、まあ、今となってはブレイズグリフォンでメタルボールベアリングが入って、しかもね、サンダードレイクとかで、サイズ A ベアリング、さらにね、大きめの K のベアリングがあるので、こっちに変えた方が正直やっぱりね、スリープの伸びはいいのかなと思います。なのでこの
PB スターウィングのデフォルトセッティングの場合、スリープの伸びが悪くて、さらに戻りが悪いっていう、やっぱ中途半端なようだなって思ったりするところもあります。なんですけど、まあね、おもちゃのヨーヨーっていう感覚で言えば、かなりね、やばい、はい、遊べるんじゃないかなと思います。でもね、あえてこのね、使いづらい性能にする必要はないんじゃないかなと思うんで、正直なんとも言えないところではあるんですけど、戻らんのかい。ループのね、PB スターループに比べれば、はい、トリックの幅は全然広いんじゃないかなと思います。そしてね、まあ、PB スターループとね、同じレスポンス、同じベアリングを使っているので、はい、巻き数を、まあ、30巻きぐらいでいいかな。30巻きぐらいにしてあげれば、まだ先端でスリップするな。40巻きか。はい。40巻きにしてあげればね、まあ、ルーピングもできなくはないのかなといった感じなんですけど、正直ね、はい。やっぱルーピングするならね、さすがにループボディに変えてあげましょうよって話なんですけど、まあ、この状態でもね、エッジが高いんでコントロールしづらい感はありますけど、まあできなくはないですね。はい。まあね、 PB スターループに関しては何が強みって言えない。まあ、ウィングボディの他のカラーラインナップもまあ加味して言うとカラーラインナップがたくさんあるので、光らせた場合に綺麗だよねって話になるようでございます。何度もねこう言ってるんですけど、スタータイプコアに関してはレスポンスのねスターが低いので戻りが悪い。プラスチックベアリングに関しても正直ね、あえてプラスチックベアリングを使う必要がないので、なんかねやっぱこいつはデフォルトセッティングのまんまだと使いづらいヨーヨー、全てが中途半端な使いづらいヨーヨーになってしまっています。まあね、多分今でも気軽に手に入るヨーヨーですし、メンテナンス次第ではそこそこ遊べる。まあ、組み替えでも遊べますし、PB スターループよりかは遊びの幅は広いようなので、まあ、ハイパークラスターを集めている人は、一つ手に取ってみるのもいいんじゃないかな、とも思います。はい、以上で、バンダイハイパーヨーヨー、ハイパークラスター、PB スターウィングの紹介でした。